カレーが残った時はどうされていますか？我が家では同じものを次の日に出すことはありません。カレーもね、瓶詰めにしておくと1回分作るのをカットできますし、忙しい時に便利ですよ。先にね、カレーなどタンパク質が入った食材を瓶詰めする時の注意事項をお話ししますね。以前の動画で食中毒の説明をしていますけれども、大事なことでもありますので、ここで再度認識していただきたいと思いますので、しっかりと押さえてまいりましょう。まだ動画を見られていない方は最後に飛ぶようにしておきますので、ご覧くださいね。大事な家族を守らなければなりません。瓶詰めはうまく脱皮できれば長期保存も可能ですし、保存料なしで経済的にも、安くね、備蓄できます。そして時短の元にもなる食材がね、たくさんできるので、すごくね、いいことずくめではあります。だけれどもね、食中毒の菌と向き合う必要があるということを決して忘れないようにしていただきたいと思います。市販されている瓶詰めやレトルト食品は保存料が大量にほとんどのものに入っています。それとね、混同しないようにしてほしいなと思います。翌日のね、カレー問題を聞いたことがあるでしょうか。翌日のね、カレーが美味しいと言われて鍋のまま放置していることはありませんか？これもすごく危険なんですよ。カレーってね、上に膜ができてて、鍋でもね、真空状態になります。それで菌が悪さを起こします。ウェルシュ菌というものですけれども、火を消してお鍋のカレーの温度がじわじわ下がった時に蛾胞が増殖していきます。ウェルシュ菌は最も好む温度は40度から50度というふうにね、言われています。菌が快適だと感じると10分間隔でもう増殖しまくっていきます。そのためには鍋を放置するのではなくって、もし残ったのなら自然に冷ますのではなくって、鍋に水を張ってもう急遽早く冷ますという必要があります。翌日に食べる前には必ず加熱を十分にする必要があります。温めただけでは怖いということをしっかり頭に覚えておいていただきたいなと思います。私はね、どうしてるかというと、もちろん熱いうちに瓶詰めをしていますよ。大事な家族を守るためにはしっかり向き合っていただきたいなと思いますし、瓶詰めをする以上はちゃんと理解をして、食中毒にもしっかりと向き合っていただきたいなと思います。熱いうちにね、すぐに瓶詰めをするようにしましょう。もしもね、翌日になったらしないぐらいに考えた方が安全だと思うぐらいのほどだと思っていただいた方がいいと思いますよ。我が家では夕食のカレーを残しておいて先に瓶詰めはしますけれどもね、どうしても翌日になることもありますよね。忙しくってね、つい寝ちゃったということもあるでしょう。そういう時はね、菌がもしいたらどうしようとね、こわごわするのではなくて、菌がもういるものだと思っていただく方がいいです。その場合は120度4分をしっかりと加熱するようにしてくださいね。これも過去動画で説明していますので、まだの方は必ず見てくださいね。瓶詰めをする前には食材を十分加熱してから瓶詰めをするということを鉄則にしていただきたいなと思います。念のため、再度加熱してから熱いうちに瓶詰めをしていきます。このガラス瓶は耐熱ガラスではありませんが、少しずつね、入れると瓶が割れることもありません。瓶が割れるときは温度差です。急激な温度差にならないようにすれば割れることはありません。今回の使用瓶は 800ml と 300ml の丸瓶を使用しました。蓋がね、閉まる部分で汚れてしまった場合は必ず拭き取っておいてくださいね。その時に特にアルコールなどを使わなくても大丈夫です。ティッシュだけでね、拭き取っていますね。高温になりますので、あらかじめ瓶の煮沸も必要ありませんよ。量は蓋が閉まる、下の部分ぐらいのところまでね、具を入れています。見えますかね。必ずこのぐらいの空気層は確保しておいてください。瓶詰めはこの部分をね、真空にすることにより長期保存ができる仕組みになっています。
もしもこの空気層を残さず煮沸をしてしまうと瓶自体が爆発してしまう恐れがあり大変危険です。その前にね、蓋が飛ぶと思うよ。脱気の成功はこの空気層がね、非常に重要になります。最初はね、もう失敗すると思いますよ。失敗しながらお持ちの瓶のね、特性がね、分かっていくといいのかもしれませんね。もうね、失敗するものだと思った方がいいですよ。まだ慣れてない人は冷蔵庫で保存するのも手だと思いますよ。もし脱気に失敗していたとしても空気に触れる部分がかなり少ないはずですから、普通に鍋をね、そのまま冷蔵保存するとね、もう4日から長くても1週間でね、腐っちゃうけれども、このね、瓶詰めをした場合はもう1ヶ月ぐらいは大丈夫じゃないでしょうかね。慣れてきたら冷暗所の保存というように変えていけばいいと思いますよ。ちゃんとね、脱気ができていたら1年でもね、保存はちゃんとできますからね。これから寒い季節になりますから、挑戦するのにはぴったりのシーズンではありますよ。今回はね、瓶の大きさが違うので圧力鍋でやっていきたいと思います。圧力鍋の場合はね、蓋はきつく閉めませんが、でもね、緩くでもないんですよ。微妙なさじ加減が必要になりますけれども、きつく閉める一歩手前ぐらいと思っていただいたら分かりやすいかしらね。それでね、15分煮沸をしていきます。お鍋でね、煮沸する場合は蓋の首のあたりまでお湯を入れていただいて、30分を加熱をしていきます。その場合はね、同じ大きさの方が、瓶ね、同じ大きさぐらいの方がいいですよ。ではね、取り出していきます。圧力鍋の場合はね、取り出してもグツグツと煮えてる状態がしばらく続きます。蓋の様子を確認していただいて、もし蓋がね、膨れ上がっていれば緩めて閉めるという脱気が必要になります。そしてね、その蓋を確認してから蓋をしっかりと閉めていきます。この作業はね、手早くやってくださいね。普通の鍋でね、湯煎で煮沸した場合は蓋をしっかり閉めて上下逆さまにする必要があります。そしてね、冷めるまで放置しておいてくださいね。圧力鍋の場合は上下逆さまにする必要はありません。グツグツとね、まだ煮え立ってますね。カレーの瓶詰めが出来上がりました。忙しくてね、夕食が作れない時には開けて十分加熱するだけで食べれるので、とても便利な一品ですよ。くれぐれも食中毒を意識していただいて安全に作ってくださいね。今回はね、ラ・フランスの予定でご案内をしていましたけれども、予定を変更してごめんなさいね。実はキャンセルになってしまってラ・フランスが届かなかったんですよね。いよいよ食糧難到来かと勝手にね、過剰に思ってしまいました。何があったんだろうね、不思議。また違うところで注文し直しますということで、リンゴをもっとたくさん欲しいと思いまして、またリンゴを1箱10キロの注文をしました。今シーズンで4箱目になりますよ。ジャムはたくさん作ったので全部コンポートにして瓶詰めを次回したいと思います。最後まで見ていただきましてありがとうございます。チャンネル登録とグッドボタン、コメントでの応援をよろしくお願いいたします。では次回の動画でお会いいたしましょう。ありがとうございます。感謝します。